はいどうも。ガチでペンとノートを持ってマントル投資を勉強しようと思っているミストです。はい、本日はですね、コメント欄、ツイッター等で拝見した情報をね、皆さんにお伝えしたいなというふうに思うんですけども、こちらのお知らせですね。お知らせで、救援極み年越しスペシャルステップアップガチャ10連ガチャ6回目 SR 以上1枚確定枠の出現キャラについての不具合ですね。はい、でこちらの不具合のお詫びとして、2018年12月27日木曜日15時10分までに本10連ガチャ6回目を引いたお客様に対し、本キャンペーン期間終了後に6回目イベキャラ 1イベキャラ SR 以上確定ガチャ券を配布させていただきますと。また2018年12月27日木曜日15時10分以降に本10連ガチャ6回目引いたお客様におかれましては、本10連ガチャ6回目引くとおまけで6回目1イベキャラ SR 以上確定ガチャ券一応獲得できる仕様に変更させていただき、本キャンペーン期間終了後に6回目1イベキャラ SR 以上確定ガチャ券1枚を配布させていただきますというね、なんとも珍しい処置が下されましたと。で、ここから出てくるキャラは SR 以上の眉村みちるのみとなっているということらしいです。はい、なので6回目までガチャを回すとこちらの、処置を受けることができるというね、世にも奇妙なお詫びが来ましたね。はい、何が違ったんだ。修正前は本10連ガチャ6回目における SR 以上のオクタビア、ドーエリューガ、メムロミチル、キュア、あ、そうなんだ。修正後が、あ、オクタビアとドーエとキバラシンだったんだ。うわ、そうだったんだ。なるほどね。じゃあこれ修正前にさ、ここでミチル出しちゃった人は、どうなんだろうね。ミチルも十分当たりだけど、でもそうか。4分の1でオクタビア当てるより、3分の1でオクタビア当たった方が、確率的にはね、非常に、当たりやすかったということもありますよね。うん。そうだったな。自分はこのガチャ引いたの本当に18時とかだったんで、こんなのになってるとは思わなかったんでね。はい。だから6回目まで行くとミッチルがもらえるという、簡単に言えばそういうことみたいです。はい。なので、余裕がある方は6回まで引けば、今ね、マントル投手でも非常に活躍できるミッチルがゲットできるので、これは、引いた方がいいんじゃないでしょうかね。っていうね、珍しいお詫びの動画でございました。はい。これを皆さんにお伝えしたかっただけなので、今回の動画はね、以上としたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。では、失礼します。See you!